やっとだね、メジャーデビュー。うん、夢みたい。二人はなんでアイドルになりたかったの？私んち貧乏なんだ。自分の部屋もないからお風呂にしか居場所がないんだ。だから大きいお風呂のある部屋に引っ越すためにお金持ちになりたい。そっか、じゃあ頑張らないとね。うん。三ツ矢さんは？私は正直思い出作りぐらいの感覚で参加したんだ。だけどもしかしたらすごいところまで行けるかもって思った。二階堂さんに出会った時。私もそれは思う。二階堂さんと同じグループになれてラッキーだよね。だから私たちも二階堂さんの足を引っ張らないよう頑張ろう。三人でのし上がる、仲間と一緒に勝つ、それも悪くないと思った。レコーディングを間近に控え、士気も高まった頃、レッスンを見に来たプロデューサーが言った。この子をセンターにしよう。ちょっと。10月4日、三ツ矢ユキを呼び出した。今から事務所に来て、大事な話があるんだ。でも電車ないし。タクシーで来て、お金払うから。練馬だから結構かかるよ。これからカッコ悪いお願いをするんだ、だから人目につきたくなかったと言い訳できるかもしれないが、もうすでに殺意は芽生えていたと思う。三ツ矢さんいるの？三ツ矢さん。三ツ矢ユキはすでに死んでいた。